こんにちは、豊さん、はい、セ・リーグは今 A クラスの優勝争いが面白いというふうに言われてますが、どうしても A クラスが注目されちゃうんですよね。まあ、ちょっとちぎれたよな A と B が、うん、そうなんです。これはもうしょうがないな。そうか、8月6日現在なんですけれども、4位 DeNA、 5位中日、6位ヤクルト、うん、で DeNA は3位の阪神の6ゲームというふうに開けられています。で中日は4位の DeNA と 2.5 ゲーム差で、6位のヤクルトは5位の中日と 1.5 ゲーム差というところで、この3チームは A クラスにどこか1チームでも入れるチームはあるのかどうか。まあ、例えばさ、はい、そこから入るとしたら大型連勝が必要だよね、はい、大型連勝できる可能性があるのは DeNA かなって思うよね。 DeNA1 チームだけ、まあ、東がしっかりしてると、はい、まあ、平がいなくなったか。そうですね、まあ、そうだな、はい、まあ、ジャクソン K とか、はい、まあ、浜口もハマったらっていうね、うん、いうところがあって、まあ、その条件付きだけども、はい、まあ、バッティングもいいしね、うん、まあ、そうなってくると可能性としたらないことはないよね、うん、ただこの阪神との6ゲームっていうのはかなりここの今の時点で大きいですか。むちゃくちゃ大きいよ。ああ、そうなのか。だから、まあ、例えば DeNA も阪神も共にエラーが多いチームだけども、はい、エラーが確実に失点につながっているのは DeNA で、はい、なんとか踏ん張り切れているのが、うん、まあ、阪神だって思うよね、はい、もう本当にね、守り方であったり守備だったり走塁だったり、盗塁の数は増えてるけど走塁がまずかったりだとかさ、はい、まあ、そういうところもあるからね、うん、だからなかなかやっぱこう大型連勝ということにはならないよ。で、まあ、残りもう45試合を切ってるので、うん、はい、その中での6ゲーム差やっぱり連勝していかないと。まあ、そうだな、まあ、阪神がよっぽどね打てないとか、うん、前半のもう本当に最悪な状態に戻るかって言ったら俺は戻らないと思うんだよね、あそこまでは、はい、うん、ある程度こうキープしていくと思うから、うん、それは6ゲームっていうのはすごく大きな数字だと思うですよね。あとは広島巨人もこっからいきなりガタ落ちしてくるて、まあ、広島は本当にあの先発ピッチャーとか中継ぎ抑えっていうのがある程度安定してるからそんなに落ちないと思う、うん、じゃあもう DeNA は自力でとにかく連勝していくしかないと。まあ、そうだね、まあ、直接対決勝つしかない。そうですね、巨人もやっぱピッチャーしっかりしてるし、まあ、体勢が戻ってきてね、うん、後ろの方が安定してるし、うん、丸はいいしね、ヘルナンデスもいいし、まあ、吉川ももちろん、まあ、大城もね充実して、まあ、岡本がこう上がったり下がったりはしてるけども、でも坂本もなんか夏場になってきて、うん、調子も上げてきてるし、うん、まあ、岸田もいいしね、うん、あとはやっぱ若手の井上だとか赤星だとか、はい、まあ、先発で使われたピッチャーが5割でいいから勝っていけるぐらいの調子を保ってくれるといいよね、うん、そうですね。その DeNA、やっぱそのオースティンがオールスターの後抜けたじゃないですか、はい、うん、あそこからの連敗っていうのが痛かったんですか。いや、あのね、オールスター前のヤクルト戦、はい、あ、この2点取って延長でこれ勝ったって思ったのが3点取られてひっくり返されたんだ、はい、そこら辺がちょっとおかしくなってるな。そこなのか。でオールスターでオースティンが怪我をして、はい、まあ、脳震盪、うん、起こしてきて最初出遅れたと、うん、まあ、そこにオースティンがいるのといないのってはすごく大きかったんだけども、まあ、そこで遅れ取って、はい、帰ってきたら阪神戦で、はい、まあ、1試合拾うことができたと、うん、まあ、そこでやっと連敗が9で止まるわけだけど、はい、まあ、だけどやっぱオースティンがいないとやっぱこうちょっと迫力不足になってきてるな。そうです。ただ本当だったら、うん、ちょっとごめん、あ、いいです、いいです、本当だったら頼らなくてもいいぐらいの打線ではあるんだけどね、うん、はい、まあ、だけどもちょっと迫力不足になっちゃったな。ですよね。でオースティン帰ってきてホームラン打って、はい、でも打順が2番では戻ってこなかったじゃないですか。まあ、マキを4番から2番にしたな。そうなんですよ。これは、うん、マキがチャンスで打ててないっていうことは確かにあるかもわからないけども、はい、マキの気持ちを考えると、うん、やっぱな、そうですよね、やっぱ4番で良かったかなって、オースティン2番の方が流れ的には良かったかなという感じはするけどね、うんうん。豊さんがやっぱりその DeNA がやっぱりここから行くには打順を変えずにこう変えるんだったらそこに入れ替わるように人を変えるって、まあ、そうだな。だ1番梶原選手、2番オースティン、この流れがいいからそこはくっついておいた方がいいって言ってたのを帰ってきたら離れちゃったっていうのも一つなんかあるんですか。まあ、そういうイメージでしかないよね。じゃあ4番の牧がオースティンの代わりになるかっていうと、うん、相手から見るとならないからね、うんうんうん、
で4番のオースティン牧の代わりになるかなってんだよ、はい、だからオースティン次第っていうことがあるんだけど、うん、俺はバランス的に考えると、うん、カジュアルオースティンっていうのが一番怖かったな、はい、でカジュアルも生きたしさ、うん、そうですよね、まあ、その時にたまたま状態が良くて、うん、そういうふうに移ったのかもわからないけども、うん、まあ、だけど、まあ、そこから佐野、牧、宮崎ってつなぐ打線っていうのは非常に相手からは嫌だったと思う、うんうん、でもカジュアル、牧もう打つしかないしな。そうですよね。で牧の状態がそんなに上がってこないからさ、はい、でまあ、普通にはやってるけども、うん、牧の本来の姿ではないよね。そうですよね。だからそれ考えるとそこに2番で牧が適任なのかっていうと、うん、ちょっと違うんじゃないかなっていうような気がするけどね。そしたらこっから上がっていくためには例えば打順をどうしたらいいとか、例えばその、まあ、エラーもそうですけど、やっぱね一番迫力を感じたのは、うん、梶原、オースティン、うん、佐野、牧、宮崎なんで、はい、だからまあそこら辺を変えずに、うん、まあ、我慢してやる方がいいのかなっていうような感じはするけどね、うん、あとはエラーですよね。もちろんその、まあ、エラーはねもう今更なくならないし、三浦監督が、うん、もう4年目になってまだショートを固定でききれてないっていうのが、うん、フォローちょっとおかしいと思うしね、はい、なんで一番内野手で大事なところが固定できないんだろうっていう、うん、強打を使ったり林を使ったり、うん、はい、ね、森を使ったり、はい、まあ、大和をたまに使ったりだとか、まあ、柴田もいるよね。それいるけども誰が使いたいんだっていうのはまだわからないし、はい、だからまあそこで、まあ、迷ってるんだろうけども、もう誰かに絞って、うん、まあ、しっかりした野球を教えていった方がいいと思うな。うん、そうなんですね。だって広島の強さってやっぱり矢野が出てきたことってでかいよね、はい、あれで守備がもう一つ締まったから、うん、で小園が俺ショートから外れると夢も思ってなくて、うん、まあ、確かに矢野の守備力っていうのは評価してたけど、だけどあこんなに成長するんだと思って小園をショートから追いやってね、はい、でこじ開けて自分がショートに座った、こっからだもんな。そうですね、広島よくなって、やっぱ守備力って大事だなと思うよ。そうですね、うん、だからそういう意味ではやっぱこう DeNA の守備力っていうことを考えると、うん、A クラスに行けるほどの守備力はない。そうか、ちょっと厳しいということなんですね、うん、となると5位中日、はい、中日は DeNA と 2.5 となると実質的にこの今現在ですけども阪神とは 8.5 ゲーム差というところにあります、はい、8.5 ゲーム差つけられてるでしょ、はい、まあ、無理だ。もうここは無理、まあ、無理っていうのは3連勝したら3連敗するんだよ、中日極端なんだよ。いや違うよ、極端なんだよ。いやこう見てきてみ、3連勝お調子に乗るかったら3連敗、確かにそうでしたね、えまた3連勝また3連敗みたいな、極端なんだよ。そうか、うん、でもそこで3連勝した後1勝2敗でもいいからそれで帰ってくるとさ、うん、2つ貯金ができてるんだよ。はい、そうですよね、それがゼロになるか2つになるかじゃ大きいんだよ。でもそれを繰り返してきてるから、うん、もう無理だって。これなんでそうなっちゃってるんですかね、うん、選手はすごくね、いい選手たくさん多いというか出てきて育ってるんですけれども、育ちはしたけど、はい、まだまだ足りないところはたくさんあるよね、うん、まあ、勝負強さであったりだとか、はい、まあ、そういうこともあるし、うん、でも俺が思うには、まあ、村松帰ってきて、はい、ある程度固定になってきてるんだよ、うん、福永が2番に入って、うん、まあ、3番カリステ、まあ、5番を出す時もあるけど ね、カリステ、カリステ3番なんだって、3番タイプなんだって、もう絶対3番から外したらダメなんだって、うん、1番か3番だからあの子は、はい、で4番に細川でいいよ、うん、で5番に誰かなっていうようなところがあって、まあね、石川貴也選手が戻ってきたりとかもしましたけど、まあ、それでも、ね、うん、で板山が6番ぐらいを打てるといいんだよね、うん、だからある程度固定で使って落ち着かせないとさ、まだ固定じゃないですもんね、まあ、ちょっとコロ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 変えるよね、うん、あれは何を迷ってるんですか。迷ってるんじゃなくてより良い方法を探してるんだ、はい、今もまあまあそうだね、うん、だからまあ現状に満足してるんじゃなくて、はい、やっぱより良い方法ということを考えてるんだけども、うん、だけど本来であれば岡林一番、まあ、2番福永、うん、でも村松がなんか6番あたりを打てるといいよな本来は、うんうん、それか福永が6番あたりを打てるといいかなっていうふうに
いい打順になるかなとは思うけども、うん、だからまあ選手は育って見栄えは良くなってきてるよ、はい、だけど足りないところはたくさん考え方とか、うん、だからここでなんで引っ張るのかなとか、はい、この1球待てなかったのかみたいな、はい、いうところもあるよ、うん、だからやっぱ細かいことまで最新に教えていかないとさ、うん、いけない、まだ作業は残ってるね。あとは鉄壁と言われていたピッチャー陣ですよね。今年は特に先発がちょっと、まあでも涌井もちょっとね故障で離脱、柳もいない、はい、小笠原の時には援護点がないとか、うん、まあ、それでもよくやっぱ頑張ってると思うよ、うん、まあ高橋宏斗がいるし、まあそこですよね絶対、うん、これはすごいなもうそこでは勝ちがもう絶対計算できる、見えてるわな、うん、3連敗した後止めるのは高橋宏斗なんです。まあ火曜日っていうところで、ね、そうですよね。で3連敗してませんよみたいな顔して出てくるけどさ、確かにな、うん、いやだけど一長一短あるなあそこは、うん、あとまあ今5位ですけれども、これ DeNA を越すっていうのは可能性はある、それはありますか、うん、これはね、うん、モチベーションの問題で、はい、DeNA ってあの戦力を持ってて、うん、やっぱ優勝争いに絡めない落胆があると思うんだよ、はい、絶対絡めるんだよ、うん、あの戦力があったら、うん、だからどこに原因があるかっていうのはもう分かんないけど、はい、分かんないふりしとくけど分かんないふりしとくけど、はい、いやだけど絶対あるんだよ、本当にね、優勝争いしなきゃおかしいんだよ。ですよね。でもそれが選手も感じてると思うんだよ。これだけのメンバーがいてって、首位打者2人いてみたいな、打点王がいてみたいな、はい、ね、オースティンなんかやったら三冠王取れるんじゃないかっていうような選手がいて、うん、で梶原なんか盗塁王取れるんじゃないかっていうセンスがあって、うん、山本雄大なんか、プロ野球6球団、まあ、セ・リーグの中でもうトップクラスのキャッチャーになっちゃったんで、はい、そういうやつがいて、うん、なんで優勝争いできないの、そういう落胆が多分あると思うんだ、はい、でも中日は昨年最下位になってて、うん、やっぱ一つの上を行こうっていう、うん、負けても叩かれても行こうぜみたいな、はい、やっぱモチベーションはあると思うんだよ、うん、だからそのモチベーションの差でひっくり返る可能性はある、まあ、2.5 ゲームだったら十分ありますよ。だから実力は DeNA の方があるとしてもね、はい、まあ、そういう可能性はある。十分に中日は4位に行ける可能性があると。逆に言うと DeNA は A クラスどころか もちろんそうですけど5位に行く可能性だってあるってこと。最下位もある。あ、最下位もそう。いや可能性あるよ、本当危険だよ今。そうなんですね、うん、よっぽど頑張らないと。そうですよね。で今最下位のヤクルトで中日とは 1.5 ゲーム差で DeNA とは4ゲーム差というところなんですけれども、ヤクルトはこれは一つでも順位一つ二つ上げていくことは、いや可能性はなくはないよね。うん、なくはない。やっぱあそこはバッティングがいいし、うん、ただ俺は塩見の不在が一番でかいと思うんだよ。ですよね。うん、その塩見が帰ってくる帰ってこないっていうのももう帰ってこないだろうけども、はい、なんかこう大きな問題を抱えてるし、でもサンタナが帰ってきて、うん、それも厚みが出てきてるから、はい、まあ、バッティングの方はある程度点は取ってくれると思うんだよ、うん、やっぱピッチャーだよな。それはもう中継ぎだけではなく先発も後ろもっていうことですよね。まあ、そうだな、奥側が安定的に投げてくれるとなって思うし、はい、今核となるピッチャーって誰ですか。先発ピッチャーっていうともう絶対的エースみたいな。絶対的エースってそういう言葉の使い方やめなさいよいないわけだから、まあ、ヤフーレ、ヤフーレ、サイスニードもあんまりっていう。サイスニードはやっぱあれだけ先発してて勝ってないからな。まあ、だから奥側が本当にその形を取ってくれるとありがたいよね、うん、まあ、高橋奎二投手もピリッとしないですね。高橋奎二はもう一回やっぱ作り直さなきゃダメだな一から、うんうん、フォアボール出さなかったら打たれるんだよ。出したらそれをきっかけに取られるしさ、投げてる球は力強いんだけど、うん、だからそれが生きてこないというね。だからもどかしさ本人もあるだろうけど、うん、まあ、一からちょっと物の考え方とか、はい、いろいろ考えた方がいいかなって思うね。あと中継ぎはどうですか。後ろと中継ぎいないんだよ。いないですね。まあ、本当あのそうですね、マクガフがもうね本当にね、先発からこう今やクローザー的な存在になってる小澤小澤頑張ってるよ今。そうですね、小澤投手ですね。本当にあの子は頑張ってるって、うんうん、ね、だけど他のピッチャーがなやっぱ捕まるケースが多い。ただね、うん、俺思うけど同じタイプが多いんだよ。中継ぎにですか、うん、木澤と星って何が違うんだって思うよね。似てるか、顔が違うだけじゃないかみたいなやっぱ投げてる球質だとか、はい、やっぱ球種もそうだし、
球速もそうだけど、うん、やっぱり似てるんだよね、はい、だからやっぱバラエティに飛んでないんだよ、うん、例えばジャイアンツの、ね、船場様がいて、はい、高梨がいて、うん、ってなると全然タイプが違うでしょ、はい、で泉がいてみたいな、うん、大勢がいて、うん、バルドナードがいる、はい、ものすごくなんか目先を変えられるじゃん、うん、広島もそうだよ、うん、森浦がいて、はい、島内がいて、森浦も左の投げ方としたらもう本当特殊みたいな、うん、飛んで投げるような感じだからね、はい、ヤクルト見ると綺麗なピッチャーが多いんだよ投げ方でも、はい、だから何だ何か変わっても変わった気がしないんだよ相手からするとっていうことですね。だからやっぱりちょっとやっぱこう使うにしてももうどっちでもいいよみたいな感じになっちゃうよね、うん、ってなるとここからこう残りの試合立て直すっていうのは中継ぎちょっともう難しいですかねピッチャー陣たちっていうのは、まあ、そうだな抑えも不在だしな不在なんですよね、まあ、小沢で行くか田口を戻すかっていうところでしょ、はい、で木澤があんまり、まあ、いい時期ももちろんあったけどもやっぱりまた打たれ出してきてるしね、はい、だからあんまり状態としては良くないし、うん、だここはもうピッチャーが点を取られてもそれぐらいカバーするぐらいの打線が あるんだよそこですよねあるんだけどそれ以上に取られてるとい う, そうなんもう疲れちゃうみたいな野手がうんうん、うんとかね、あとまあ村上選手がなかなか、ね、抜けてドーンと上がっていかないっていうのもあるのかなとか、ねうん、ヤクルトがとなると5位4位に上がっていくのっていうのはちょっといやそれは厳しいと思う厳しいんですね厳しいけど先発ピッチャー外国人2人、うん、奥川あ吉村あ吉村がいて、はい、ここが安定的に勝てるようになってきたら、うん、やっぱポッと順位を上げてくるおこの残り試合数の中でも上げてくる上げてくる、うんただやっぱな中継ぎ抑え、はいまあ、これをどうするかという問題はありつつもね、うんうん、もうしょうがないなこれそうですねもうそこはじゃあもう打線でカバーしてさらにサンタナに打ってもらうしかないっていうふうにそうだ、うん、この前でもな、うん、吉村が勝ってたのにいやそうなんですよそうとかそういう試合が多すぎるんだよすごいですよねいやただそう意外なのがヤクルトやっぱり中継ぎが打たれてるっていうイメージありますけど実は救援の防御率っていうことだけ数字だけを見ると DeNA の方が救援の方は防御率が高いんですよね、まあ、まあそうだけどやられてるっていう感じがものすごく印象にあるんだよねそうなんですただねその中で言えば、うん、大西なんかめちゃくちゃ大車輪で頑張ってるよ、うん、だ大西投手が防御率を下げてくれてるっていう、まあ、まあそうかもわからないけどカバーしてくれてるってことですかね、まあ、大西と小沢あ印象に残るのはね、まあねうんまあ、頑張ってるで DeNA の方が、はいまあ、防御率的には悪いんだけども、はい、なんていうのかな いないんだよ、うん、本当にやっぱね安崎もあれだし伊勢もいないしいないですねで怪我人が多いでしょ上茶谷とかもそうだし、はいまあ、入江もいないよね、はい、だから予定してたメンバーもいないし、はい、だから本当にお互いヤクルトも DeNA もそうだけども、はい、やっぱ頑張っててももつれたりだとか、はい、ひっくり返されるケースっていうのは多いよな多いですね、うん、だからまあそこら辺がやっぱ辛いんで、うん、上位を狙うっていうのはね少し難しいかもわからんなそうですよね、うんなのでヤクルトはちょっとただ山田が少し当たりが出てきてるしね、うんまあ、岩田っていうのがね、はいまあ、非常にはつらつとやってるしそうですねただキャッチャーがまたな中村が怪我してるしちょっと心配です、ね、あだからまあまあまあ難しいけども、はいまあ、諦めるっていうことは選手はないよ、うん 1つまあ、1つでも上行こうとするから、はいまあ、それを応援するしかないけどもねそうですよねでも相当この3チームは厳しいよそうですよねそれは厳しいよもちろん A クラスもそうですし最下位にならないって争いも非常に厳しくなってくるっていう状態的にもまあそうだなうん、まあ、最下位になっても4位になっても一緒だけどなもう B クラスになっちゃえばってことですかね、うん、そうか、まあ、だから球団の考え方で、はいまあ、もう新しい選手を使おうとか、うんうんまあ、来年用意してる選手を使おうとか、はいまあ、そういうことにならないようにね、うん、ずっと可能性が残されているように、はいまあ、頑張ってほしいけどなそしてねあのファンのためにも1つでも上の2つでも上の順位にっていうのは、まあ、そうだな、うんまあ、頑張ってほしいけどなそうですね、はい